はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。間もなく3時ですね。4月は18日ですね。日経平均はプラス117、間もなくですね、今57分ですから、もうこれで終わりますね。はい、今週はあと1日あります。ドル円は 154.094 と、あんまり動きませんね、この辺から。香港はプラス195と堅調でございます。金も動きませんね。はい、ドルウォンですね、ウニャウニャですね。1374とこの辺でウニャウニャとしています。これは確実に介入してますね。はい、で、ですね、本題はですね、これですね、去年の11月のバイデンさんと習近平のですね、会談でも取り上げられたテーマでして、違法薬物蔓延で米国の荒廃狙うクエスチョン、中国が麻薬用物質の製造支援と米下院報告書ということでして、ですね、注目ポイント、米国で過剰摂取による中毒死が急増しているフェンタニル、その生成につながる化学物質の製造に中国共産党が直接補助金を出し、深刻な薬物問題を煽っているとする報告書を米下院議会が16日に公表した。史上最悪の麻薬と呼ばれるフェンタニルが蔓延する背景に中国の存在があるというのだと。民主共和超党派による中国共産党に対する関する米下院特別委員会の報告書によると、中国共産党の指導のもと、これザ・ニュースレンスというメディアです、台湾系ですね、指導のもとフェンタニルや合成麻薬の全固体、ある物質が生成される全段階の物質を中国国外で販売する場合に限り、製造販売業者に税の還付や補助金が与えられていることが判明した。これらの全固体は米国などに密輸され、フェンタニルや合成麻薬の密造に使用されている。なんかよう分かりませんけど、その麻薬を作るための元の材料を中国が盛んに作ってですね、それに共産党が奨励していると、共産党、やれ作れ作れって言うてるわけですね。本来フェンタニルは麻酔や集中治療室での鎮痛など医薬用に使用される即効性のある合成オピオイド、モルヒネに類似した作用を示す物質の総称の一種。その効果は最大モルヒネの100倍、すごいやん、ヘロインの50倍と言われ、安価で入手できることから、ヘロインやコカイン、覚醒剤など違法薬物に混合され、闇市場で流通していると。米、疾病対策予防管理センターCDC によると、米国での薬物の過剰摂取による死者は2021年107,622人に上り、うち7割の7,238人がフェンタニルによるものだった。さらに2019年からフェンタニルによる死者は 94% 増加、その数は自動車事故や自殺による死者をはるかに超えていると。という感じですね。これはやっぱりアメリカにとっては、一種の社会問題でしょうね。10万人ですか。10年で100万人になりますからね、これね。米 CBS ニュースによると、米国当局が2023年に押収した違法なフェンタニルの錠剤は5,500万錠を超え、粉末は4トン以上に上った。これは米国の総人口3億3000万人を殺害することが十分可能な量だというと、すごいな。
はい、まあ以下続きますけどですね、これに中国がですねかなり濃厚にこう関与しているということが議会の報告書で明らかになっているということですね。で、変な話、中国はですねアメリカという国をですね弱らせるためにこれをやってるんちゃうかということが考えられるわけですね。昔そのね、もうどうでしょうね、200年ぐらい前にですね、イギリスがですね中国に盛んに麻薬を売ってたんですね。で、あのアヘンを売ってたんですね。インドでできるアヘンを中国に売ってたんです。で、あの当時中国はですね別にそのこう海外と貿易する必要は何もないと、国内で何でも必要なものはですねできるんやというふうに豪語するような国でしてですね、あのイギリスとしては中国に売るものがないんですね。で、中国からですねお茶とかですねその他いろんなものを買うとですねお金を金とか銀で払わなあかんわけですね。その金とか銀とか減るでしょ、嫌やんっていうので何か売ろうぜという話だったわけですよ。でそこでですね考えたのがですね麻薬なわけですね。アヘンというものを手打って、でそれでまあ要は貿易収支を整えたわけですけども、で中国中にそのアヘンが蔓延したわけですよ。もうその皇帝までそのアヘンに侵されてるっていうような状態になって、である時ですねその中国のですねまあ、ちょっと分かった役人がですねこれはあかんと言ってですねアヘンを禁止したわけです。でイギリスが持ってきたアヘンを全部港に積み上げて焼いたんですね。だからイギリスはたまりませんよね、なんで俺らのこの大事なアヘンを焼くんやということになってですね、アヘン戦争というものが起こります。で情けないことにですね中国負けるんですよ、これに。なんて言いますかね、こう情けないですよ、本当に情けないですよ。中国からですね、イギリスからですね中国に派兵されたですね、イギリス兵なんていうのはほんのですねまあ数千人もいないぐらいなんですね。であとはインドで駆け集めたインド兵とかで合わせて1万5000人ぐらいを船に乗せてですね、あれですね中国の海岸を荒らしまったわけですよ。でそれですっかりですねやられてしまったね、中国側は。当時ね別に機関銃があったわけでもないんですよ。あのマスケット銃というですねまあ言うてみれば火縄銃です、と大砲があったぐらいなんですよ、イギリスにはね。でそれを船に積んで、でそのちょっと前にねイギリスはねナポレオン戦争というのを戦ってるんですね。でナポレオン戦争の時に、まあ、イギリスの海軍はフランス海軍を圧倒するんですけど、その時の戦いの常識としてね、船と船は大砲を撃ち合って、まあ、互角に戦えるんですけども、船とですね陸の要塞と大砲を撃ち合ったら完全に船の方が弱いんですね。当たり前ですけど、要塞はだいたい高いところにあるでしょ、高いところから撃ち下ろすわけですね。でしかもですね要塞側はですね揺れてないわけですよ。揺れてないから狙いが割とこう正常でですね、しかも焼き玉っていうのを使えるわけですね。大砲の弾をですねカンカンに火で熱くして真っ赤にしてそれを打ち込めるわけですね。当時の大砲ってのはただの鉄の塊なんですね。爆発するっていうのも中に火薬を仕込んでおいて爆発するっていうのは、まあ、ないことないんですよ、旧法って言って、まあ、それはマイナーでして、どっちかっていうとその鉄の塊をで相手を粉砕するという、当時 の船は全部木造ですから。でその船からはね焼き玉を撃てないんですよ。なぜかというとですね船の中で玉を焼くとですねそれが必ずですねこう火災につながるんですよね。限られてますから、船の中の溶石っていうのは限られてますよ、ほぼほぼ木製ですから。だから船からはですねただの鉄の塊を撃ってそれが当たったら要塞を粉砕するということしかできないんですけども、陸からは焼いた弾を撃ってるんで当たったら粉砕するだけじゃなくて火災を発生してしまうんですね、船に。だから圧倒的に要塞側の方が強いはずなんですけども、なぜか清国は化けまくったわけですよ。
それでですね、香港トラレーノ、いろいろトラレーノとやったわけですね。で、それがですね、超悔しい屈辱のですね、歴史になってるわけです、中国にとっては。習近平なんかそういう歴史を学んでですね、なんと悔しいと思うわけですね。そのちょっと後、50年ぐらい後にですね、日本が薩英戦争、50年も経たな、30年ぐらい後に薩英戦争と戦うんですけど、これは見事にですね、なんて言いますか、陸と海の戦いで、ちゃんと日本は戦ってですね、追い返すわけですよ、イギリス海軍を。それと比べても深刻情けないですね。で、そういう悔しい思いをですね、今晴らしてやろうと多分習近平は思ってるんです。逆やったろうと思ってるわけですよ。つまりアメリカにいっぱい麻薬を売りつけてですね、アメリカ人を前にしてしまうと。別に麻薬を売ったお金が出ね、中国が潤うとか、そっちはあんまり気にしないと思うんですけども、それよりもアメリカ人の体をですね、麻薬で蝕んでですね、国力を削いでやろうぐらいに思ってるんですね、多分きっと。だから、後ろできっと共産党がね、糸を引いてるんです、これは。ほんで、恨みを晴らしてやろうと。まあ、あの時はイギリスからやられたんですけど、アヘン戦争というのは。でも、中国から見たらイギリスもアメリカも大して変わらんわけですよ。西洋という国においては。国の中において大して変わらんわけですね。だからその逆をやってるんやろなというふうに濃厚に思いますね。だからちょっとやそっとではやめませんよ。でもアメリカもこれむちゃくちゃムカついてるんですよ。これで中国が糸を引いてることもちゃんと知ってるわけですよ。この報告書も出てますし。しかしですね、これはその後、この後ですね、アメリカと中国において何らかのですね、大きなこう摩擦を生じせしめてですね、こうどっかで火吹くんちゃうかなという気は濃厚にしますね。アメリカはこれをね、そんな簡単に許さないと思いますよ。はい、ということでですね、一応今読みかけました TNL のですね、アドレスを一応貼っておきます。皆さんどうもありがとうございました。